かまどかまどでインジェラを焼く。エチオピアにて。かまどは、穀物や、食料品などを、加熱調理する際に火を囲うための調理設備。グアテマラのかまど。三つの石で土鍋を支えるロシアの伝統的な、ペチカ調理などで煮炊きをする場合、古くは、囲いのない直火に鍋などを加熱する方式によって、食品の加熱調理が行われていたが、周辺に熱が、 放射などの形で逃げるほか、媒円が漂う、火が風で揺らぐなど効率が悪いため、土、石、セメントで作られるかまどが発明された。これらでは木や、家畜の乾燥させた糞といった直接的な、バイオマス燃料や、炭などのバイオマス加工燃料が、固形の燃料として用いられる。また地域によっては、石炭が利用される場合もある。このかまどの発達により、 調理者は裸火による直接的な放射熱にさらされなくて済み、より高温の炎で調理することができるため、調理時間の短縮にもつながり、また、調理方法も様々なバリエーションを生むようになり、今日ある調理方法のほとんどは、このかまどによってその原型が確立された。さらに言えば、かまどの発達は、文明の発達に大きく寄与したとも考えられる。 調理の一極化や専門家を生み、かまどを中心に人が集中するようになり、従来の牢が調理に手間がかかっていたために食が賄える人の数はそれほど多くなかったのに対し、かまどでは高温での連続集中調理で、多くの人の食事が賄え、これにより人口の集中が発生、そこに文明が育まれた。かまどは調理専門に火を託設備であるため、 暖房や照明としての火が必要ない温暖な地域で使用される場合が多い。しかし、かまどから吐き出される煙の熱気を利用した合理的な暖房システムが寒冷なアジア北部とヨーロッパ北部に存在する。朝鮮のオンドル、中国北部の孔は、かまどの排気を床下に通して部屋を温める床、暖房である。原理はどちらもそれぞれ同じだが、日本と同じく、 履物を脱いで、部屋に上がる朝鮮では、部屋全体を温め、室内でも靴を脱がない中国では、寝床のみ温めるところに、違いがある。部屋の中では滝口、つまり台所に近い場所が暖かいため、上座とされる。暖房が必要ない柿は、温度るにつながらない夏専用のかまどを使用する。日本でも、神社やお堂などの公共の場に、 祭事の炊き出しや暖を取ることを目的としたかまどが併設されていることがある。ロシアのペチカは、かまどや暖炉の排気を石やレンガで築いた沿道に通す蓄熱式暖房である。ペチカの上に寝床を設けることもある。幕末、カムチャッカ半島に抑留された高田や貨幣は、ペチカで暖房された部屋の快適さを、受賛のみで過ごせると証言している。現在、 北海道でも石油ストーブと組み合わせたペチカが一部で使用されている。西洋、東洋で長い間利用され、かまどの火はよく新生化された。日本では、釜で沸かした湯で邪気を払う、湯立て神事のため、かまどを設ける場合もある。愛知県の奥三河地方や長野県の稲地方には、鎌倉時代より伝統的な祭り、花祭りが伝承されている。 祭りの際はかまどを築いて湯を沸かし、クライマックスで鬼に噴した踊り手が舞う中、湯が振りまかれ邪気を払う。次第に文明が発達していく中で、調理用の熱源としてガスコンロのような他の燃料による簡便な調理用の炉が利用されるようになると、次第にその役目を終えて姿を消していった。かまどの構造は、調理側と滝口側が一致する類型。 調理側と滝口側が直行に分離している類型、調理側と滝口側が平行二面に分離している類型などがある。新石器時代には調理を書きとして住宅内に設けられた炉であるヘッツイが出現した。地面に作り付けのかまど落ち別水といいヘッツイ台とヘッツイ口がある。ヘッツイ台は床面から5センチメートルほど高い位置に水平面を設けた炉で、 かななどの足つきの調理器に適した設備である。一方、ヘッツイコーは床面から15センチメートルから20センチメートルほど掘り下げて、円の部分を少し高くした炉で、釜など足のつかない調理器具に適しており、かまどの起源となった設備である。また壁面に設けた壁別追もあり、立山文化で見られるこれらの設備の併設は、 最短用のロベッツ墜と炊事用のクリアベッツ墜の機能文化とみられている。さらに、新石器時代には、地別墜や壁別墜のほか、持ち運び可能なコンロに釜を乗せた形態の釜別墜が見られた。伝統的な日本の釜戸、煙突がないため、焚口は廃園を兼ねる。日本全国で故障は様々である。関西では、ヘッツイと呼ばれることが多いが、京都では、 奥戸んという名称が使われていた。日本では20世紀末頃には日常生活では利用されなくなっており、地方農村でも誇りを被るに任せられている。それでも1950年代頃までは使われていたため、飯の炊き方などにこのか窓による調理方法が訓伝などの形で残されており、これらは 現代の炊飯器でも美味しいご飯の炊き方として再現されている。例えば2008年にパナソニックから発売された製品では、その20年前から試した木だけで3トンもの米を消費しながら改良を続け、製品名にヘッツイを含めたプレミアム炊飯器をリリースしている。個人所有数は減少しているものの、バーベキュー場やキャンプ場には、 調理器具や食材とセットで気軽に利用できるよう設置されていることが多い。または風飲食店では日本式のかまどを再現して日滝に利用しているところもある。災害発生時の避難施設に指定されている学校や公園などの公共施設等においては電気、ガス等のライフラインの停止状態で多数の避難者に食事を提供する必要がある。そこで かまどの有用性が高く、敷地内に新しく、かまどを設置する活動もある。他にも、屋外での催し物等で仮設、移動式のものが使用されている。構造煙突が備えられ、やや近代化されたかまどかまどは簡単な材料で作ることができ、使用耐久も長く、修理も比較的簡単なため、広く普及した。構造としては単純なものでも火を覆う囲いと、 その上部には鍋や釜といった調理器具を置くための台が一体化している。また屋内に設置されているものでは屋内に煙が充満しないよう室外に煙突が設けられる。温度の高い煙は煙突から外へ放射熱は調理器具の底を熱する形態が一般的である。側面には燃料を投入し燃えカスをかき出すための口が設けられており、 ここは燃料を投入したり、火の加減を調節するために利用される。この口は、地面と同じ高さになっているものも多く、主に土間に設置されていた。日本のかまどでは、かまどのすぐ下が土の露出した地面となっていた。やや高度化すると、燃料を投じる口に、金属製の蓋が設けられたり、燃えカスの排出口が、古外に設けられるなどしたものも見られる。 日本のかまども、社会の行動化に伴って多様化し、七輪のような移動の勘弁なコンロが発展する、以前より、長く広く利用されていた。歴史江戸後期の昇華の銅粒付けヘッツイ、煙突は設けられていない。最も単純な形の炉は、石を火の周囲に積み上げたもので、キャンプでの繁合による調理などでおなじみである。すでに石器時代には、 そのような炉が登場していたと見られ、当時の遺構にその痕跡が見られる。日本では古墳時代前期までは地所が用いられるケースが多く、弥生時代後期から古墳時代前期までは炉の上に置かれた木台のついた大付け亀が用いられていた。古墳時代中期の5世紀には登り釜の遺構が見られるようになり、 水えなどのための調整技術として伝来したと推定されている。かまど型の土器もこの時代の遺構から発掘されている。この時期に朝鮮半島からの電波をうかがわせる発掘品としては、半別水と呼ばれる移動式の模型のようなかまどが複数の遺跡から出土している。半別水という文字は905年から編纂が開始された。 演技式に記されており、発掘された20センチ未満の小型別墜は、古墳時代の特にトライ人形の被葬者の葬祭儀礼や、都の城での払いなどの祭礼に祭具として用意されたと考えられている。20センチ以上の大型の別ッは実用品で、あろうが、演技式では、鎮魂祭の際に半別墜で炊事することが記されているものであり、 発掘されたものは外してすすなどの付着が顕著ではない。6世紀以降には、縦穴式住居の北側や東側の壁面に、設けられる、かまどが作られるようになり、その構造は粘土、ドーム状に盛り上げ、住居の内側に焚き口、かまどの天井部にシャフツである弾きの壁にはめ込むようにして、古式が置かれる形になっている。かまどの、袖と呼ばれる部分には、石。 伏せた弾きの亀、瓦などが用いられ、かまど中央部に置かれた亀を支えるためのしやしにも、粘土質のものや、長い形の石や伏せた、末木の月などが用いられることもあった。奈良時代、平安時代には、全国的に普及したかまどには、屋外へ煙を排出するための沿道が、発達していた。しかし、庶民の住居が、縦穴式住居から掘ったて柱建物に移行するに、 従い、沿道が失われた。かまどは、滝口と鍋釜を仕掛ける穴のみが設けられた構造となり、滝木の燃焼で生じた煙は、滝口から屋内に排出され、屋根裏を通って、屋根に設けられた、煙出しの穴から屋外に吐き出されるようになった。高温多湿な気候の日本において、家屋を、普及や白ありから守るには、かまどから屋内に煙を吐き出させ、屋根材や家屋を、 燻製にして防腐効果を狙う必要があったためである。瓦吹きの家屋でも、かまどやへっついには、あえて煙突は設けられていなかった。煙突が、日本のかまどに復活したのは、西洋文明が大規模にトライした、明治以降になってからだった。調理用の常設の炉が、世界各地に、その土地の気候、風土を反映した、様々な形態を持って、 古くから存在している。南西日本では、調理はほぼかまどを用いて行われていた。沖縄地方では、ヘッツイはその素形である、三つの石を並べた形から、それほど発達することはなかった。三つの石を並べた上に、新名なアビリと呼ばれる、中華鍋に似た形の大鍋を乗せ、朝に主婦が火を焚きつけて、大量の無を蒸し上げる。蒸した無に、 小魚の塩辛や味噌汁を添えて食事とした。三つの石の間を泥で塗り込めて塞いだ。山和式と呼ばれるヘッツイが普及したのは明治以降だった。近畿地方の旧家には大小のヘッツイを4、五個連ねた複合かまど、奥戸んが見受けられる。そのうちで小さなかまどは日常の炊事に用い、端に据えられた大型かまどは晴れの炊事にのみ使用する。 一方、東日本では、かまどが一度は普及しながらも、いろりが再度卓越し、へっついの使用は、廃れてしまったところが多かった。緯度が高いために冬が長く、夜が長い東日本、北日本では、暖房用、照明用として、家の中央のいろりで常時火が焚かれている。それと別にかまどを設けて、調理に使うよりも、炉の火で炊事を行った方が、 燃料の浪費が抑えられるためである。岩手県の山村では、炊事はすべていろりで行い、飯も釜ではなく、鍋で炊く。釜戸は、トナと呼ばれる、牛馬の飼料を煮る目的にのみ使用される。北海道では、7世紀頃の薩門時代に一度は、釜戸が普及したものの、次第に廃れた。後のアイヌ民族の民家地世には、大きないろりのみで、釜戸が存在しない。 調理は座って釣られた鍋で行う。行事や野営などで野外で炊事する際も、石で鍋を支えようとはせず、三脚から鍋を釣る。1923年には、ガスかまどが登場。従来から使用されてきた羽釜専用の変形的な、一口ガスレン時代であり、1970年代まで使用された。神社境内の六連別追世界に進出する。 改良型日本式かまど日本の自主防災組織に見られる簡易型のかまど。軽量で、後始末も勘弁で、炊き出しの他地域の催し物でも利用されている。日本ではその役割を得たかまどではあるが、アフリカや東南アジアなどといった紛争や政治的混乱により社会整備が進んでいない国や、また古代さながらの原始的生活をしている民族も、おり、 これらの人々は、戸外で裸火による調理をしている。しかしこれらの国における樹木などの燃料資源は、限られ、難民などの形で一極集中が起きた際には、芝叩く間に、周囲の樹木が乱伐採され枯れ果てるなどの二次的な、環境破壊も発生している。このためそのような地域では、より効率の良い調理手段が求められてもおり、これに応じて現地に、 日本式のかまどの作り方を伝えるなどといった運動をしているという話も聞かれる。これらでは炭の使用も含めて森林保護に効果があると評されているという。なお難民など移動が多い場合には七輪の利用といった運動も聞かれる。国際協力機構に所属しケニア在住の日本人、食物栄養学者である岸田さんは1994年に 西ケニア州のエンザロ村で、そこにある材料で現地の需要に即して改良した日本式のかまどを作り上げた。これが現地でエンザロ事故エンザロ事故やかまど事故かまど事故と呼ばれて好評を呼んでいるという。彼女は現地家庭の台所事情の調査の傍らや地域援助の際にこのかまど作りを伝え、さらにそのかまどの作り方は 現地の人々の間で伝え合われている。このかまどは、日干しレンガか石で土台を作り粘土を塗り込み形を整えて作られる。特にお金をかける必要もなく、人の手だけで数時間で作ることが可能で、2週間ほど乾かせば使用できるようになる。裸火を使った、従来の炉では一度に一つの料理しか作れなかったが、改良したかまどでは同時に3種類の調理が行える。 ことから主婦たちの労力削減になる。また、従来の炉と違ってかがむ必要もなく、立ったままで調理ができることから、腰痛も減り、主婦たちの健康改善にも役立つ。さらに、焚き木の消費量が、従来の4分の1で済むため、焚き木を集める時間と、労力も節約でき、同時に、森林保護にもつながる。従来は、 生活排水も流入するような川の水でも沸かして飲むのは難しく、子供たちの7人に1人は5歳前に病気で死んでいたが、従来の4分の1の焚き木で同時に3種類の調理ができる効率の良いかまどの導入によって、水の煮沸消毒が容易になり、衛生的な湯ざましを飲めるようになってからは、子供の死亡率は135人中1人に激減した。 エンザロ事故は、今では、ケニアの他の州や、隣国のウガンダにも広がっている。在家によると、エンザロ事故以外にも、同機構の技術協力プロジェクトの派遣先にて、日本式かまどを現地にある材料で使いながら伝える、活動が行われているという。アフリカのマリニジェールブルキナファソルワンダ・タンザニアの、他中南米のメキシコ、また南米ではボリビアなどでも、かまど作りが伝えられている。 こちらは、円座の事故のような石組みに土を塗る。方式以外にも、レンガを利用している地域もあるようで、従来から、あるレンガを流用した、カニロウ、かまど風に組み直す活動も見られる。こういった活動は、地域の健康を促進するだけではなく、同時に家事に束縛される主婦や、燃料調達に追われる子どもたちの労働時間が短縮され、これによって、農作業に、 多くの時間をかけられるようになり、地域の農業生産力が向上したり、女性の地位向上、子供の学力向上にも、好影響を与えている。インドなどでは、タンドールという伝統的なかまどがあり、日本の本格インド料理店などに行くと、このタンドールが実用に供されているところが見られる。釜で調理されるピザヨーロッパや、西アジア、中東方面では、 余熱を使う種類のかまども多い。こちらは火によって、調理器具を加熱するのではなく、炉の中で一旦大量の焚き木などの燃料をくべて、石造りの炉自身を加熱。炉が十分に加熱されたところでまだ熱い灰を左右に、押しのけ、焼けた石の上に、鍋や金型などの調理器具に食材を乗せ、炉内の熱で調理する。これは、焚き木オーブンとも呼ばれ、 パンやパイを焼くのに適しており、また加熱中は一定以上に加熱されることがないことから放っておけ、また大量調理にも適しているため、特に農飯機の労働者に食事を提供するためにも利用され、鍋に入れた料理が冷めないよう本に利用することもあった。イタリアのピザも本式では、そのような滝量分で調理される。古代ローマでは、かまどの女神もおり、 かまどの火が消えないように管理する巫女も存在した。沖縄では、火むかんのご神体は、かまどの基本形である三つの石である。イギリスでは、ベンジャミントンプソンが19世紀後半に、炙り焼きによる味と栄養の損失と、うまくすれば、夕に50人分以上の夕食が作れるほどの、燃料を使って、夜間の湯を沸かすことがよくあると評したかまどの、熱効率の悪さと、 その燃料の木炭から出る、有害ガスに対処しようと、彼の借位を取って、ランフォードのかまどと呼ばれるかまを作成した。これは、ミュンヘンの貧民収容施設等に設置されたが、オーブンと直火による炙り焼きを厳格に区別する。西洋においては、オーブンとみなされ、炙り焼きを好むイギリス文化圏では、受け入れられなかった。虫かまどは、 陶器の揚げ豚と下の器の中に釜と火を焚く、空間を包み構成したもので、陶器の中で火を燃やし、米を炊くなどの調理を行うものである。昭和5年に、福島県岩木郡平町の古賀事件基地が特許を取得した。ありがとうございます。